子どもの権利はどんな権利ですか？子どもの権利は大きく4つに分けられます。1、生きる権利。命と心を大切にされ生きること。差別なく毎日を安心安全に過ごすことができる権利。2、育つ権利。持って生まれた力を発揮し自分らしく成長すること。楽しく健やかに過ごせることも大切な権利。3、守られる権利。暴力を受けたり大切なものを奪われたりしないこと。心と体が傷つけられずに守られること。自分自身を守る力を学ぶこと。困った時や悩みがある時は相談を受けられることも保障されます。4、参加する権利。自分の意思を伝え仲間を作ること。興味関心のある活動に参加することも保障されます。子供がわがままになるんじゃないの？子供も大人も権利についてしっかりと理解し学ぶ必要があります。権利を盾に自分の主張を押し付けることは相手の権利を侵害することにつながります。子供であれ大人であれ一人一人に権利があることを学び相手の権利を尊重できるようになることで他者を思いやる姿勢が身につきます。子供も大人も共に幸せに暮らせる街を南砺市は目指しています。